第一次、ヘルドニアの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前212年に、ヘルドニアで発生した、ハンニバル率いるカルタゴ軍と法務官、グナイウス・フルーユス・フラックスの間の戦い。ローマ軍は完敗し、アプリアを失った。紀元前216年のカンナエの戦いの勝利の後、ハンニバルは、イタリア半島のローマ同盟都市にカルタゴとの同盟を結ぶように働きかけた。 紀元前212年頃までに、いくつかの都市国家や部族は、ローマから離れたが、それには、カンパニアのアテラ、カラティア、アプリアの一部、サムニウム人、ブルッティ族、ルカニ族、ウゼンティ族、ヒルピニー族、コンパサ、マグナ・グライキアのギリシャ人都市国家では、タレントゥム・メタボントゥム、クロトーン、ロクリ、加えて、ガリア・キサルピナ全土等が含まれる。 その中で最も重要な都市は、ローマに次ぐ都市であるカプアであった。カプア攻略を目指していた二人の執政官、アッピウス・クラウディウス・プルケルとクインプス・フルイブス、フラックスはカプアでの戦闘に敗れたが、ハンニバルをカプアから引き離すために二手に分かれて、撤退した。フラックスはクーマに、プルケルはルカニアに向かった。ハンニバルは迷ったが、プルケルを追撃することにし、 それにシラルス川沿いの平原で追いついた。ここでハンニバルはローマ軍に対象した。しかし、ローマ軍は諦めず、失勢官二人は工場兵器を準備し再びカプアを包囲することとした。ボルトゥルヌス川沿いのカシリヌムに食料を集積し、また、河口のボルトゥルヌムの防備を強化して守備兵を置いた。また政界権強化のためプテオリにも守備兵を置いた。 これら二つの港湾要塞とローマの外交であるオスティアにサルディニアからの食料と法務官のマルクス・ユニウス・シラノがエトルリアで陶器に集めた食料を集積した。この危機的な状況の中、ハンニバルはカプアを離れることは望まなかったが、法務官グナエウス・フリウィウス・フラックスがアプリアのいくつかのカルタゴ側都市を攻撃し、成功したとの連絡が届いたため、そちらに対処するために、 アプリアに向かわざるを得なかった。ハンニバルはこの新しく編成されたローマ軍を殲滅する意思を固めてた。グナエウスのローマ軍18000はヘルドニアに野営していた。グナエウスはハンニバルがアプリア向かっているとの報告を受けておらず、それを知ったのはヘルドニア近郊に接近した時であった。ハンニアルは勝利を確信した。翌日の夜、 ハンニバルは、ローマ軍キャンプで暴動が発生しており、兵士たちがグナイウスを脅していることを知った。ハンニバルは奇襲用として、警府標3000を左翼側の農場、森林に隠し、合図があれば攻撃するように命令した。続いて、孫サニタにヌミディアキ兵に戦を与え、ローマ兵が脱出に使いそうな八重地背後の道を抑えさせた。この5000を除いても、カルタゴ軍の兵力は、 ローマ軍を上回っていた。夜の間にこのように準備を整え、翌日の早朝に出撃した。グナエウスは出撃に躊躇したが、すぐに兵士に引きずられて出撃した。しかし、ローマ軍は組織的な動きができず、兵士は正面に幅広く並び、背後の防御が全くできていなかった。戦闘が開始されると、ローマ軍はカルタゴ軍のおたけびにすら抵抗できず、 第一撃で崩れた。シラルスの戦いに敗れたマルクス・センテニース・ペヌラは、有能ではなかったが勇敢であった。しかしグナエウスは、無能な上に臆病であり、正面からの攻撃が始まるとすぐに200機の騎兵と、共に脱出を試みた。残されたローマ軍は包囲され、粉砕された。1万8000のローマ軍のうち、戦場から脱出できたローマ兵はおよそ2000だったと、される。 カルタゴ軍は、その頃魔軍や英知を占領した。ハンニバルの戦法は、紀元前217年のゲロニウムの戦いで、マルクスミヌキュースルフスに勝利した者と類似の、ものであった。ありがとうございます。